はい、はい、はい。中国ってね、本当に狡猾なんですよ。中国とのこのグレー、取ってるグレー戦略って、マジで狡猾でうざったい手法なんですよ。はい、今回ですね、今日ですね、これね、あの、南シナ海でですね、フィリピンと中国がバチバチに喧嘩をしてますよね。ここでね、中国は、銃を使わずに刀、銃を使わずに刃物、銃を使わずに斧を振るってきやがったでしょ。で、これっていうのは中国が取っている、非常に狡猾なグレー戦略で、簡単に言うと、アメリカ軍が出てこれない形で、 で、のののの戦戦いいは何ななかっていうのを考えた末ででですね作戦なんですね作んよでこれっていうのはね、日本にも当てはまるんだよ。日本のこの中国部位。日本のこの中国部位。俺言った通りだったでしょ言った通りの状況になったでしょ中国部位を設置することによって、ね、中国に対する日本人の反感は高まりますよ。それ以上になぜだかわかんないけれども、中国政府を非難すればいいのになぜかですね、中国に対して腰抜けだっつってですね、有識者たちがですね、なぜか日本政府を攻撃すると。ね、なぜか日本政、中国の手先のような形でですね、日本 日本政府を攻撃するという異常な状況ね。俺言った通りだったでしょこういう状況が生まれたんですよ。ね。中国っていうのは非常に狡猾なので、ね。お、ちょっともう今日言いたいことおっしゃいただきますよ。どうもやめてごはでございます。はい、ということでですね、これね、これ二つ、日本立てで行かせてね。えっと、まずね、これ今日のニュースでございますわ これね、フィリピンがですね、あ、フィリピンと中国が南シナ海でバチバチにやっているけれどもね、ちょっと前にね、動画で俺もしたからご存知の方多いと思うんだけれどもね、あの、中国がですね、刃物を振るってね、フィリピン軍のですね、ボートを破壊したり、銃を取り上げたりえ、船をぶつけてですね、フィリピン兵士の指を切断するような状況に追い込んだりとかしてですね、まあもう本当に海賊行為をやりまくってるでしょでもね、この海賊行為っていうのはね、銃を使っていない、ミサイルも使っていないという形でね、ほんとね、米軍が出てきづらいのよ。米軍が出てこれないの。 アメリカ軍とか日本自衛隊がですね、これフィリピンを助ける状況になりにくい状況なんだよ。でね、この状況のままエスカレートしていくと、フィリピン負けるよ。 フィリピン負けるよ。ね。フィリピン軍と中国軍が真正面からね、ぶつかった場合、それはフィリピンに勝ち目あるわけないじゃないですか。で、刃の同士の戦いであるならばどうなんだという話なんだけど、あの、物量が違うし、人数も違うしさ、兵士のね。それはあの、幅の同士の戦いでもフィリピンは、領海をどん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 押し込まれていくんですよ。実際、今ですね、フィリピンっていうのはですね、あのね、あの、アユンギン賞に置いているですね、フィリピンの軍艦ね、自分たちのね、支配している、領海であることを示すための、えー、軍艦をですね、あそこにね、フィリピン軍を置いているわけだけれども、そこへの補給 自体がままならなくならくってるでしょ以前は補給活動余裕でででできていたんですよでも今はその補給活動すらできなくなりつつあるでしょこれは中国側がフィリピンの領海を押し込んでるという現状を表してるんですよ。でもね、でもその状況になってるにもかかわらず、日本の自衛隊もアメリカ軍もフィリピンを助けに行けないじゃないか。行けないでしょそこを計算して、この刃物 VS 刃物、ま、あインドの中でね、教科を、教訓を得たんでしょうね。あの、インドもですね、あの、ラマダン地方でしたっけインドと中国はですね、両、あの、えー、なんだ、あの、 領有権を争っている地方があるわけでございますよ。そこではですね、変な形でですね、銃を使かないという変な協定が結ばれてるんだよね。でもですね、あの、ちょい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 インド軍と中国軍がぶつかり合っていて、あの、釘バット、あの、釘バットでございますね。あの、釘バットをですね、中国軍が持ち出してですね、それでフィリピン人をですね、ぶあの,あのえ、インド人をね、ぶん殴りまくるということがありまして、20人以上のインド人兵士死亡してるんですよ。 死亡してるのよ。でも、銃を使っていないという状況での紛争だから、他国はね、インドのね、手助けに入れないんですよ。で、フィリピンでも同じことが起こってるんですよ。ね。でもね、フィリピンはね、自衛隊であるとかですね、米軍の助けを借りないと、とってもじゃないけど、中国には絶対勝てないんですよ。で、中国からすると、自衛隊とかアメリカ軍とかイギリス軍がですね、フィリピンの手助けに入れない形で押し込んでいこうじゃないかっていう状況が今ね、ここで生まれてるんですよ。 ね。でね、あのね、助けに入ればいいじゃないかってみんな思うよね。思うよね。あのね、簡単にね、他国ってね、他国同士の戦争には入れないんですよ。ウクライナとロシア見てたらわかるでしょあの、ウクライナとロシアなんてさ、西側諸国の視点で見ればさ、もうウクライナにしか正義がなくて、ロシアには一辺の正義もないよね。ロシアには一ミリの正義もないじゃないですか。ここで俺、人間の感覚で言うならば、ウクライナを助けるために軍隊を動かしたとしても、全然問題ないと思うよね。思うよね。だって、侵略されてるんだから。でも、 武器を供給するだけで、西側諸国の国の軍隊というのは、ウクライナを助けてないよね。助けられないよね。いろんな問題があって助けられないよね。 フィリピンがね、これもしね、この銃、あのなんかフィリピンのね、この刃物 VS 刃物でですね、エスカレーションしていて、でも人数的には絶対中国には勝てないですよ。ね。押し込まれて、押し込まれて、押し込まれて、えー、追い詰められたフィ,フィリピンがですね、銃をぶっ放す。銃をぶっ放してですね、中国人を追い払うという状況になってですね、で、中国軍も打ち返してくるという状況になったならば、きっとアメリカ軍とか自衛隊も助けに入れるだろうとみんな思うよね。思うよね。助けられないんですよ、多分。そんな簡単に他国の紛争に入り込めないんですよ。 ウクライナとロシア見たらわかるでしょその不安がやっぱりフィリピンにもあるわけなんですよ。 だからね、その辺を逆手にとってですね、中国はこれね、あの、うまいことやってるぞっていう文章が載ったので、ちょっとこれ読んでいこうと思うんだけど、でもこれね、日本にも当てはまるのよ。中国 V ですよ。あの中国 V をですね、これね、あのね、あの、日本のさ、あの、こないだ俺も動画のしから詳細はもうご存知だと思うんだけれども、あの、四国のですね、あの、沖にですね、あの中国 V を浮かび上がったよね。あれはですね、日本がですね、国連に対して申請している日本の大陸棚、まあ、EZ の延長線上みたいなもんでございますよね。えー、だから、でございますから、 ね、あの、ある意味排除してもいいんじゃないのかとみんな思うよね。思うよね。でもね、国際法的には中国部があそこに浮いている場合、排除していいというルールはですね、どこにも明記されてないんですよ。グレーなんですよ。万一日本政府があれを排除してしまった場合、排除してしまった場合、国際問題に発展する可能性あるのよ。しかもそれね、日本が下手したら負ける可能性あるんですよ。国際法の中にないからね、それ排除してもいいっていうのは。 でもね、中国には中国の日があって、えー、当然ですね、調査を行うにしても、V を浮かべる場合はですね、あの、日本国にね、事前にですね、許可を取るというルールもあったりとかするんだけれども、でも中国はね、あの、この、あの、沖の鳥島をですね、島と認めてないんだよね。単なる岩であると。だから、その岩をもとにですね、設定されている、ね、日本のですね、e z は無効であるという主張もしてるんだよね。で、人の主張に乗っかってしまった場合、中国というのはね、許可を取る必要がないっていう主張があるんだよね。でね、 ここのね、中国部をですね、あのね、どけてしまえばいいというとを言う方は多いんだけれどもえ、フィリピンがですね、領海内に設置をされた中国部位をね、どけてですね、どんな紛争にまで発展してるかわかるよね。あれは e z ではなくて、フィリピンの領海ですよ。フィリピンに正義があるんですよ。フィリピンの領海でですね、部位を設置、部位をですね、撤去しただけで、ここまでの紛争にエスカレーションしたんですよ。でね、 日本のこう、ね、EZ で、ね、排除した場合、絶対にエスカレーションしていくんですよね。中国がふざけるなってってですね、あの、そこに会計機器でダーッと並べてくると。で、日本もですね、海上保安庁なんかがですね、えー、日本を守るんだって出ていくと。そこで偶発的な戦闘が起こったらどうするよ 世界中に、ね、世界中に日本の、えー、排他的経済水域の中では、ね、やっぱり領土紛争があるものだっていうことを周知するような状況になっちゃうんですよ。で、これがどんな影響を及ぼすかというと、例えばね、あの、日本がですね、国連に対して申請をしている大陸棚ね、え、ここは日本の大陸なのでございますよと、これを認めてくださいよ、国連で申請している箇所ってね、あと2箇所あったんだっけ、1箇所だっけあったりとかするんだけれども、そこがね、あの、世界的に認められる、下手をすると紛争地域、中国と日本が領海を争っている地域だっていうふうに認知が広まってしまった場合、 ね、日本の大陸どとして認めてくれなくなる可能性は高いと思いません高いと思わないで、今大陸殿と認められているところまでもですね、あのおかしな紛争状態、エスカレーシ日本と中国の争いがエスカレーションしてしまった場合、そこで、ね、あのレアメタルとかを簡単に採掘できない状況に追い込まれるんですよ。 で、そういう状況を狙っている可能性が極めて高いというのが分かっていたから、同じ中国部位の問題というのは、安倍政権でもですね、あのね、スルーしたっていう状況があるし、岸田政権も今スルーをしているという状況があるんですよ。にもかかわらずね、もう一個の中国の狙い、これ前の動画で言いましたよね。中国部位を設置したら、なぜか日本の国内では、中国ふざけるなという声よりも、日本政府は擁護しだ岸田政権を下ろすんだということ、声がでっかくなると前の動画で言ってたでしょ。見てみ、言うた通りになっただろう。ね、高橋洋一先生もですね、なんでお願い 撤去のお願いをするのかなどけちゃえばいいのにと言わんがばかりのポストをしちゃいましたしそれをですねまたね有名芸能人香港さんがですね日本政府は腰抜けだじゃあふざけるなって日本政府を腰抜けって言う前に中国ふざけるなって声を上げてもらえませんかねねえ、ね、おかしいでしょでこの記事のです、ね、このね ほら、ちょっと前に乗ったじゃん。中国は日本に干渉する権利はないんで、この野郎というですね、中国のこの暴言。この暴言。この暴言のですね、ヤフコメを見たらですね、もうね、9割方、9割方がですね、日本政府は弱腰だっていうコメントで溢れかえってるんですよ。 ね、中国の狙い通りですね。はい、ね。言った通りになったでしょ。で、その中でもですね、これね、あの、唯一で唯一と言ってあのね、残り1割くらいはですね、あの、日本政府の狙いであるとか、中国の狙いを正確にやっぱり理解してらっしゃる方がいらっしゃって、ちょっとその方のコメント読んでみようか。ね、経済的配達域はあくまで資源の権利が及ぶ範囲というだけであって、資源の関わらない調査は国際法で実は認められた権利なんです。だから中国はね、津波の観測だ。津波の観測だって言ってるでしょ。資源関係ないでしょ。ね。だからその辺が中国の上手いところなんですよね。 だからこれは中国的にはね、状況的には国際法にのっとった形で動いてやがるんですよ。で、これを排除した場合、それは、ね、これを日本が排除した場合、V をねえ、それはで、ね、日本の行為は正しいと認める国際法はどこにもないんですよ。下手をすると、日本の方がおかしいよねと世界的に言われてしまう状況なんだよ。だから岸田政権は動けないんだよ。で、その辺を日本人として理解して、日本政府の動きに,なにあの納得を示してあげなきゃだめじゃないか。 なんで日本、中国政府のまるで味方になったかのように、ですね日本政府を叩く動きになってんのバカなんですか、マジで、日本人って。おまずいと思うよ、この状況。あまあ、読んでいこうかね。 沖ノ鳥島が島であり、東海海域が日本の経済的排他水域だとしても、えー、気球観測にはですね、権利は及ばないんですと、誰が外務大臣であろうとできることは実はね、今ね、日本側にはほとんどない状況なんですよ。ね。むしろ強制撤去をしてしまえばね、日本側が。これ日本がね、国際法違反になる可能性が高いんですよ。わかるこれ。 ね、中国は日本を挑発して、なんとか問題に発展させたいんですよと、日本はです、ね、領土問題自体が存在しない、そう日本は、ね、領土問題が存在しない、ね、紛争にエスカレーションさせないためにそういう主張してるんですよ、そこで強硬的な対応を取れると思いますか、そう簡単に。 ね、やりすぎた中国に関しては取らなきゃいけないよ。でも今中国はね、うまいことやりやがってるんですよ。ねえ。日本の固有の領土という立場を崩さずに、挑発に乗らないことが大事であるとね、煽る世論やメディア自体、中国の思惑に乗ってることになりますよね、とね。で、これに関してですね、ふざけるなという声が30ついていて、共感したという声はその半分の15しかついてないという状況なんですよ。 よくないやろね。もう一個読もうか。え、学術的調査のための部位だと主張されてしまうと、これを破壊することは国際法的にできません。はい、あの、e z はですね、漁業権と資源開発権は認めてるんだけれども、それだけなんですと。え、通行は当然自由だし、今回のような学術調査も基本的には阻止ができないんですよ。ね。まるでこの部位を使ってですね、サラミスライスのように日本の e z が侵されると主張する意見がありますけれども、高橋洋一さんとか本港味さんみたいにね、たかが V にそんな効力あるわけねえだろうとね。え、それが可能なんだとね、だったら世界は大変なことになりますよ。世界中に 中中国国の部位ををめてうんこれで中国は世界を支配誰がそんな認めるなえ,え、肝心なのはちっぽけな部位を使うことで日本の世論を動揺させることができると中国が学んでいる点ですよね。これ俺が言ってるのと全く同じでしょうね。だからやっぱりね、こう、こうやって気づく人は気づいてるのよ。 ねえ、これは日本国民を対象にした情報工作であると考えるべきで、日本政府はだらしないという主張する人は、まんまだ中国共産党の罠にはまってしまっているか、その人自身が工作員だと疑うべきだと思うってこれ書いてあるでしょこれ俺自体よ書いたのね。俺、じゃ俺以外の日本にもやっぱりね、同じような思ってるのよ。だからね、申し訳ないんだけど、高橋さんのね、本家さん俺は切れてしまいました。ね。え、高橋さんのね、ツイートに関してですね、高橋先生さ、V 設置をしておけば、日本人は勝手に自国政権を叩くっていうですね、これね、え、という中国政府の思惑通りに動かないでください。 お願いだから。国際法的にグレーで対処が難しいの知ってるでしょあんた。安倍政権ですら、あんたもいたはずの、安倍政権ですら放置だったよねと。これね、あのね、中国に対しての最も強硬派と言われるですね、あ俺たちの大好きな高市さなさん、高市さなさんも含めてですね、自民党の総裁候補者に、部位の撤去を公約にしてくださいと言ってみてよ。言ってみてよ。高市さんも含めてですね、中国部位を撤去しますという公約を掲げる人、一人もいないから、国際法違反になりかねない話だからね。 一人もいないから。っていう状況なんですよ。わかってますかそして、これを煽った香港さんに関してはですね、俺もうね、俺、俺の中で保守派っていうのは、よくにあの、極右の方々っていうのは、中国の息かかってんじゃないのとそれは俺は最近思ってるよ。そのくらい中国共産党の思惑通りに動いてる人がめっちゃ多いんですよ。ね。だからこんなことを書いちゃったはい、対中国強硬派の岸田政権を、あのね、 何回も言うけど、岸田政権って安倍政権よりも中国に対して厳しいからね。これ中国の中ではそういう認識になってるのは安倍よりも岸田の方が厳しいって認識になってるからね。ね。で、そのね、対中国強硬派の岸田政権を引き連れ下ろして、一体何を狙ってるんですか、香港さん。ああ、まあ、漢間違えてるわ。香港さんね。はい。え最近の星を名乗る奴らの行動、マジでおかしいと思うね、俺。でね、あの、ハニトレにやられそうな成績も明らかになってきてるでしょ。うん、百田直樹さんがですね、女を一生懸命口説いてたっていうのはもう有名な話になってますよね。で、あの、右側と呼ばれる文化人放送 出演者の加藤さんが千葉レイに対ししてて、ね、セクハラをやってましたよねえエロいんですよね。そしてあの有名な山口の之さんはですね、もともと女好きっていうのもありまして、もうね、保守派の親父のですね、女好きっていうのはもうバレてきてるよね。バレてきてるよね。ハニトラのですね、非常にいい対象なんだよね。俺、やられてるやつ何人かいるんじゃねえのかと俺、正直思ってんだよ。そう思ってしまうぐらいに、中国寄りの発言をしてるんですよ、この人たち今。 だから公安にね、調べろって思わず言っちゃったんだけどね。だからね、香港さんとか高橋さんとかね、あのー、なんか保守派と言われる方々が、やたらと中国共産党を後押しするような言論が先に目立ってきてるんですよ。これマジでね、俺一回調べた方がいいと思うよ。こんなんで世論誘導されたらたまったもんじゃないからね。これで安倍政権よりも中国に厳しいと言われる岸田政権を引きずり下ろすんですか正気ねえ。マジですか って、俺は思いました。で、それがですね、そこにまで繋がるですね、ニュースだと思ったんで、あこのね、あの、狡猾な中国の銃を下ろして戦おう。刃物に、ね、あの、武器を切り替えた中国の狙いというですね、記事をですね、これ読んでいこうと思いますよ。いきますよ。はい、銃を下ろして戦おうじゃないか。中国、領有、領有権の紛争で刀を抜いた理由はこれですよ。はい、第五世代のステルス戦争機、戦闘機など、えー、先端、最先端武器を備えたですね、軍事大国の中国が、21世紀の紛争で銃の代わりに刀を持ちました。 えー、南シナ海で起きているフィリピンとのですね、領有権争いでですと。あ、そうだ、これもう一回ねあの、さっきのね、俺のツイートにね、あの、いい、いい、いいコメントがあったのよ。まずね、一個ね、ほれ。やられっぱなしでいいんですかこの野郎とね。この感覚わかるよ。なんか中国にやられてる感あるよね。でもね、これね、ええ感じで中国の動きを分析しながらスルーすれば、何の影響もないんすよ。 な、両行きへうの話に関して何の影響もないのよ。ここで騒ぐことの方がやばいんですよね。で、これが分かったのがこの吉高さんということで、昔はですね、やられっぱなしで言いの派だったんだけど、どうも状況を見ていると、フィリピンは領海内に V を設置され、実力行使に出ましたよね。ここまでされたらもうデザルはいないからね、フィリピンとしてもね。で、フィリピン兵がですね、これ指を切断するという不傷になりました。今回はね、日本の場合は今回は場所的にグレーだよね。紛争になっても絶対的な国際的正義性はですね、獲得できない。お,おっしゃる通りなんですよ。 日本が排除しても、国際的に日本の味方をするぞって名乗りを上げる国はね、下手したらいないんですよ。ね。はい。いかん方だ。岸田政権はいかんしかねえわ。つって思っていたけれども、ここまで正解のない対応を迫られたら、これ仕方がないという状況だなと。岸田総理は信じるわ。ね。目覚める方は目覚めてきてるんです。わかるば頭のいい方はね、こうやって分かってきてるんですよ。こういう状況の上で読んでいきます。ごめんね。このコメントどうしても紹介したかったからさ。 はい。で、フィリピンの刀の話ですね。はい。第五世代のステルス戦闘機など、最先端武器を持っているはずのですね、軍事大国の中国が、なんと21世紀の紛争で、銃の代わりに刀を持ち上がりました。はい。南シナ海で起きている、フィリピンとの領有権での争いのことでございます。これはもう非常に大ニュースになってるからご存知だよね。中国が先端武器をやめて、辞、えー、めて、近代戦とは距離があるですね、この刀、斧とかいうわけのわからないこの刃物の武器を活用したのは、綿密に計算された戦略という分析が出てまいりました。はい。これ先月の末ですね、中国とフィリピンの領有権紛争地 である南シナ海のセカンドトーマス省でございますね、えー、で中国沿岸警備隊が補給人も遂行中だったフィリピン海軍を攻撃してフィリピン軍の一人が指を切断するという状況になったよねこれは有名な話だよね、はい、中国側が先月の15日から一方的に中国側の領有権を主張する海域に侵入をする外国人を最長60日間拘禁するというですね、えー 規定を施行し両国間の緊張が高まっていた中で、起きたことだったとでこれに関して、関してね、中国はフィリピンはね、全然、全然黙ってなくて、フィリピンはフィリピンでですね、刃物には刃物だっつって、やり返すぞってちゃんと言ってるのと、あと中国に対してですね、約1億6千万円規模のですね、損害賠償を請求したという状況であるとね、金、金で支払えって言ったわけですよ。で、ちなみにね、指が切断されてしまったフィリピン兵士のおですね、賠償金は、まあ、これとは別に、あの、金払えて言うつもりらしいからね、金額はもっと増えるんだよ。で、えー、続きます。えー、刀 ハンマーツルハシをしよう中国本当の戦争はしないんだ。なぜかというと、アメリカ軍が出てきたら困るからな。アメリカ軍さえ出てこない形であればですね、人数、ね、は中国の方が多いわけだから、押し込めるから、アメリカ軍さえ出てこなければ、ね、ミサイルなんかを使わなくても、フィリピンの了解は中国のものにできるんだっていう戦略で来てるんですよ。中国は狡猾なのよ。はい。 これをね、日本に仕掛けてきてるんだから、日本も騙されちゃダメよ、頼むから。はい。えー、外信が注目をしたのは、中国側が使った武器であると、拳銃や小銃のような武器の代わりに刀とツルハシのハンマーなどでフィリピン軍を攻撃しました。ウォールストリートジャーナルは、中国の海洋警察は、原始的な武器を使ってフィリピン軍のゴムボートを切って、穴を開け上がったと伝えました。えー、これに対してですね、フィリピン軍の参謀総長は、海賊がやることはこの野郎と批判をしました。えー、中国はですね、他国との紛争で、こうした武器を使ったのは初めてではございません。二千二十年に、 の6月にえ中国軍はインドと国境紛争中であるヒマラヤのラダックの、ラダック中央ですよね。のガルワン渓谷でインド軍と衝突をしました。その時に武器として使ったのはですね、なんと釘バット、釘バットでございました。釘バットであるとか石を投げてきたんですよ。でもね、釘バットはすごい殺傷能力高いし、石もですね、日本も、あの、なんか戦国時代なんかでは石っていうのは実はね、主要な武器だったんですよ。投石。人間が重くそね、でかい石投げたらですね、それだけで人を殺めることできるでしょう。だからね、石っていうのもね、舐められたもんじゃないんですよ。で、1962年にですね、戦争 そうした両国が1996年に国境地域で銃器を使用を禁止するというですね、合意をしたのに伴ったものでした。先端軍事装備をですね、広く備えた中国が銃を使わないというのは、こうした合意を重視してというよりも戦略的な選択であると、えー、を見るべきであるという分析が出てきておりますと。それはそうなのよ。先端兵器を使わなくても、ね、原始的な武器対武器でも中国は極めて人数が多いから優位に立てるんですよ。 であるならまあ、アメリカ軍の介入をですね、誘ってしまう先端兵器は使わずに、ね、あの、刃物とか石とかで戦ってた方が中国にとってはね、いいんですよ。それだけで了解取れるから。やばいんだよ、今、本当に。 はい。えー、ワシントンポストは、棒や斧で相手に危害を加えることができますけれども、ね、えー、本格的な戦争に繋がる可能性は少ないと指摘をしました。イエール大学のダニエル・マッティングリー教授はですね、えー、棒と石で骨を折ることができるが、戦争を起こすことは難しいという論理であると話をしました。実際にインドとのですね、国境紛争で双方の死者がですね、20人以上発生したのに、ゅに戦争に広がらないのは、銃を使わなかったためであるところが大きかったという説明であると。そらそうなんだよね。これうまいんですよ。これ学んじゃったんだよね、中国はね。中国政府が本当の戦争を 避けようとして中国のですね、国境線は2万2 0 0 0トル以上ございまして、14カ国と陸地で国境に接しています。海上で6カ国と接しておりますえ。国境紛争中の国も多いんです。インドやブータンなどとはですね、陸地で国境をめぐって争っておりまして、フィリピンやベトナムなどとは南シナ海の領有権をめぐって対立をしています。もし戦争が起きる場合、台湾に集中をしなければならない中国には、相当な負担になるに、な,なるに、なるに他にないと。だからね、紛争地域が多すぎる中国としてはです、ね でね。 どこの紛争も戦争に発展させちゃうとねあ、他のところが手薄になっちゃうから、戦争がね、やりたくてもできないという状況があるんですよ。ねえ。本当の心配はアメリカ、戦争の可能性排除できず、またアメリカがアジア地域に介入する余地を与えないための選択であるという診断が出ている。一般的な武器を使う場合には、アメリカが介入してしまう余地がですね、非常に大きくなる。銃とか撃って、ライフルとか撃ってきたら、ミサイル撃ってきたら、アメリカもさすがに助けに来るよね。という話なんだよねえ。最近の中国との対立を生じさせているフィリピンは、アメリカが東南アジアと南シナ海で、 中国を牽制するのに必要な地政学的な幼少地で、1951年に相互防衛条約を結んだですね、強力な同盟であると、えー、マッティング・リー教授はですね、銃を使っていないため、アメリカ政府に果たしてフィリピンを支援するべきなのかどうなのかという悩みを抱かせてしまうものなんですとね、やっぱりそうだったでしょ、えー、もし銃を使ったとすれば、アメリカが介入する可能性が非常に大きくなるんですと説明をしました。しかし、どんな武器を使うにしても、相手の被害が大きくなれば、戦争に飛び火をする可能性は少なくないという専門家の指摘も出ます。 CSIS のです、ね、ハリソン・プレータ研究員は。 中国がレッドラインに近づいていると表、えー、表しました、えー。フィリピン政府はですね、8日、日本と外務、えー、防衛担当閣僚会議2プラス2を開催することにしました。総、え、合、ー、派兵を,をですね、より容易にする円滑化協定、締結などを話し合う予定であると、また、数週間以内に南シナ海で、米軍自衛隊などと合同訓練も進める予定です。えー、中国人民解放軍もやはり先月の末に、南シナ海の海域で軍事訓練を実施するなど、緊張感はさらに高まっているというお話でございますわ。はい、ということでですね、これね、<laughs> ちょっとこの後です、私ですね、家族でですね、あの、ちょっと飯を食いに行かなきゃいけないから、早く出ないといけないんだよね。<laughs> ちなみに、都知事選、都知事選、うん、全然興味ない。どうせ、ゆるくの勝ちだから。はい、ということでですね、これね、あのね、えっと、中国の戦略にね、 乗せられちゃってる奴らが多いの。ある意味フィリピンも、フィリピンはもう了解ないんだったからね、もうどうしようもないところはあったんだけども、フィリピンもですね、うまいこと中国に誘い出されてですね、今ね、アメリカ軍が食われない形で中国にどんどん押し込まれるというね、非常に厳しい状況になってるよね。で、日本もですね、これ中国部に手を出してしまうと、同じような状況になりかねないんですよ。 ね、もう説明者から分かってもらったと思うけど。だからね、もう最近のね、アホの有識者、特にね、えー、局右側の人たちはですね、これ中国共産党の作戦に、まんまと乗っちゃってる、まんまと乗っちゃってる人たちが多いんで、マジでちょっと勘弁してくれませんかね。はい、ということでですね、またね、この手のね、シンボリックの話があったらですね、皆さんにどんどんお届けしたいなと思いますので、もしよろければチャンネル登録お願いします。というわけで、こさんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。